はい、ギャルい、いえ、そうじゃないんです。確かに私、みんなに見てもらえて、いっぱい写真撮ってもらって、声かけてもらえるのが嬉しかった。でも、それって私じゃなくて、衣装を着てコスプレをしている私なんですよね。見てもらえるのは私じゃなくて、コスプレしている私。私は私であって私じゃない。コスプレすることでやっとみんなに見てもらえるようになったけど、みんな本当の私を見てたわけじゃない。当たり前のことだけど、そう考えると自分がどこにいるのかわからなくなっちゃって。私も好きです、大好きです。最初は変な子だと絶対思われているって感じてた。でも私以上に私のこと考えてくれて、理解してくれる人だって。
っての素敵。やだ、20年前のラブコメじゃないんだから。見てください、私のすべてを。コスプレしない私がどんな子であるか見てください。はい、なんだろうこの感覚。一郎ちゃんも同じ気持ちなんですか？はい、そうですね。もう死んじゃいそう。あのどうしたんですか？そんな黙ってられると私。ごめんなさい、急に変なとこ触られたから。一郎さん、上手ですね。私、もうおかしくなりそう。肩こりがひどくて。一郎ちゃん、そんなことありませんよ。
じゃなかったらもうしばらく一緒にいさせてください。アニソンがたくさん入っているカラオケボックス知ってる？